はいどうも皆さん、キャシーと申します。地獄戦闘ザ・バスハウス、本日は検証会をやっていこうかなと思います。事前にですね、いろいろと試したところ、またねバグ技使えました。さすがにね、それでどんなことができるかまではね全部やってないんですけども、とりあえず技が使えることまでは確認しましたので、そちらを使っていろいろ遊んでみようかなと思います。ということで、始めからで、一番最初なんですけれども、これ叩くと、大家さんやってくるんだけど、これ、ほっ!これ自分から迎えに行くと、おお、そこで!お前スタンバってただろ。自分から迎えに行こうと思ったらもういたな。最初からそこで待ってたんだね。なるほど。だからそこからスポーンしてきて、こっちに向かってくるみたいな感じだったんだな。ちなみにですね、逆にこちら側の方に逃げるとですね、強制的に、大家の方をね、向こうとするんで、ここまで逃げてね、視点がここで固まるんですよね。壁を見るだけになってしまって、あんまり面白くなかったので、ちょっと今回は割愛させていただきますが。はい。で、いつもの技なんですけれども、はい、これですね。選択肢を持っていけるとかっていう、こういうバグとかをね、今回はまたいろいろ使ってやっていこうかなと思います。まあ今はね、これアパートに入るを持ってったところでどうしようもないんですけども、これをね、アルバイトというか仕事が始まってからこれを使うとね、面白いもの結構見れるんですよね。まあそこら辺、楽しみにしててください。で、これ最初入った時なんだけど、これ最初から引っこ抜けんのこれ。あ、引っこ抜けるね。これ何だったんだろうね。一応これやることによってさ、近所のおばちゃんたちの会話の内容が変わるっていうのはね、前回のところで見てるんだけど、結局これが何だったのかよくわかんないんだよな。はい、で、次ですね。これなんですけども、これ触るとまたね、この視点が変わるんですけども、これ、視点バグ使えるんですよ、また。はい、いけましたね。ただ、ちょっとね、癖が強いんですよね、今回。どうなってんのって話なんだけど。地面に埋まっちゃってますけども、ちょっとね、今回、いつものやつとちょっと使い勝手が違くて、ちょっと使いこなすの難しそうなんだよね。これ今どうなってんのって話なんだけど、これ、今説明ができないんだけど、あ、あ、上に行く。あ?まあ、とにかく、視点がね、あれに固定されちゃうんだよね。この、何?絵馬に。絵馬に視点がね、吸われていて、で、角度もね、これ、移動がすごく難しい。今自分がね、どこにいるのかよくわかんないんだよね。そう、これをね、ちょっとうまく使って遊んでいきたいとは思ってるんだけど、なんか遠くにいろいろ見えてんな。遠くに見えてんの、あれ。最果ての方に見えてんの、最後に行く、あれじゃない?なんだっけ。入り口のところ。地下のやつとかよく見えてんな。ちょっとこれうまく使いたいんだけど、まだね、うまく扱えてないんですよね。では、ここで、会話を、はい、取った状態で進みます。まあ、そうするとね、こんな感じで、外で話を進めることができるんだけど、ここを見てるとね、ちゃんとね、人が来るんだよね。ちょっと今、視点向こうに持って帰ったけど、話進めてるとね、ほらほらほら、来るんだよね。で、ぶつかるっていう。で、しかもね、ちゃんとほら、ロッカーに荷物入れるんだよね。よくそこまでできてるなっていう。はい。で、こうやるとね、中に入っちゃうんですけど、この中に入るのをね、回避する方法もございますので、そちらの方を見ていこうかなと思います。はい。では、今度は、会話を取った状態で、こちらに行きます。こちらに行って、まあ、会話がね、終わるあたりのタイミングでですね、いわゆるボイラー室に行くっていう、このイベントを取ります。はい。そうすると、お客様が来るっていうので、ここで、はいをしますと。まあ、本来、はいなんてないんですけどね。そうすると、ボイラー室に逃げることができます。はい。本来であれば、ここにね、番頭さんのここに入らざるを得ないんですけれども、外から、
対応することができるようになります。まあ、これね、外側から別に対応することもできるんでね、こんな感じで。じゃあこれも渡してあげて、でやるとね、こちらの方おばあちゃん来るんだよね。どっから来るんだろう。あ、来た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 。はい、千代ばあちゃんがやってきます。千代ばあちゃんも、あー、ちゃんと中に入れるんだ。はい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 。じゃあ入浴料を入れてタオルを渡しますと。じゃあ千代ばあちゃんのセクシーなシーンでも見ますか。千代ばあちゃんのセクシーシーンでございます。はい、これちゃんと入るみたいですね。死んでるわ、埋まってるよ。いや、実はこれ、事前の下見をやった時にですね、このバグを使わないで、一応ね、クータにガッて呼ばれた後に、こっち普通に来るだけでも、この姿見えるんですけど、頭があるだけで、これが本当に千代ばあちゃんなのかどうかのね、判断がつかなかったんですけど、今見たところ、やっぱり千代ばあちゃんだったみたいですね。で、これスペースを押すと外に出ることになってしまうんですけれども、この状態で行くと、あ、立ってないな。はい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 。これ行っちゃうとなんかもうイベントが進んじゃうとかないよな。あ、ないか。じゃあまあ普通に進めてしまっていいかな。で、ふーたが叫んだ。で、あー、はいはいはい。この状態なんだね。では、これで観察した後に、会話を取る。た状態でこっち行きます。千代ばあちゃんがね、出てくるとこちょっと見たいんだよね。これやると、おお、出た出た出た。会話してる間に出るんだ。はい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 。千代ばあちゃん、体はあれだな、若いな。すげえ失礼なこと言ってるけど。で、タイミングが合うっていうね。二人同時に出ていく。実は親子なのかな？うん。まあ、別々に行ったように見えましたけど。ということで、千代ばあちゃんのセクシーショットでございました。で、これを取った上で、ちょっと待ってね。これを取った状態で、こっち行く。で、シャワー浴びるってなったと同時に、これ、ボイラー室に入るを取るでしょ？そうすると、この状態から、ボイラー室行けます。あー、ダメだ！ボイラー室行けないわ。あ、でもなんか鍵、鍵手に持った状態になってるけど。あ、これダメなんだ。これ、カメラ取られちゃうんだ。そうか。猿が来るところ見れるかなって思ったんだけど、ダメだね。はい、2日目でございます。2日目もね、このアパートに入るの選択肢を持った状態で出勤しますと。で、そうするとお客様が来るで、はいにすれば抜けられると。出勤したはずなのにアパートからスタートします。で、もうすでにお客さん来てますね。はい、いますね。これ一応外から接客ができるんですが、今回ね、気になるのが、2日目って確かね、ここに入ってこない少女がいるんだけど、それを見たいんだよね。では、この人は何だっけ？タオルか。タオル渡して、で、お金を渡す。あれ？渡すんじゃねえや。こっち入れんのか。で、でも一番最初あれか。デンコさんが来るんだっけ？そうだね。最初はデンコさんがやってきます。で、イヤリングを落としてしまったって言うんだけど、何もやってないね。何もやらずに普通に帰ってくな。で、少女が来ましたね。で、少女見たい。少女見たい。あ、あ、あ、ああ、かわいい。かわいい女の子。
なんか一瞬髪の感じからしてさ、あの幽霊なのかなとも思ったんだけど、違うね。可愛い女の子だった。オッケーオッケー、見れたね、可愛い女の子。で、おじさんがいる。これまだ、スペースをして、こっから出てない状態なんだけど、これ渡せんのかな？あ、渡せるわ。で、渡してスペースで出る。あー、ダメだ。ここから始まる。あー、でもこっちワープした。もうわけわからん。会話を持った状態で移動できてはいるけれど、別に行けるからといって何か面白いことあるわけではないかな、これに関しては。この後が、二日目ってここに入るってやつだったっけ？あれ、行けんのかな？ちょっとね、一番最初ちょっと試した時には、締め出されちゃって、イベント進まなくなっちゃったんだけど、イベント進まなくなってしまったのですが、バグ技で行けんのかな？はい、壁の掃除をしました。で、またここでこいつを取っていく。はい、取れましたね。で、これでやると、積んじゃうんだけど、実はね。あー、ちょっと待って、これダメだ。これ開けておかないとダメなんだよな。閉まっちゃうんだよな。はい、選択肢を持った状態で出ると、外側からシャワー浴びるができるんですけども、はい、外に出れましたね。で、こうやるとね、なんか入れなくなっちゃうよ。なんか入れなくなって、積んじゃうんだよね。これをね、本編のやり直しをやった時にね、なんかちょっと試しにやったら、こうなっちゃって、やーべ、進まなくなっちゃったってなったんですけど、ただね、これ、視点バグ使えば、いけんじゃねえかなっていう気がするんだよな。ちょっと試してみようか。はい、視点を持った状態で、ちょっと待って。こっち側に入る。今これどこにいるかわかんねえんだよな。入れたかな？入れて、待って。これ自分がどこにいるかわかんないから難しいんだよな。あ、でもこれだと、あれか、足りないか。足りないっていうか、男湯側しか見れないか。あ、いや、これでいけるか。これで、ダメか。いや、むずいな。ちょっと待って。視点が。いやー、ダメくせえな。なんとかしていけねえかな。いや、これ、今俺はどこを歩いているんだ。あ、いけそうか？いやー、なんかダメか？向こう側までいけないな、視点が。隣の風呂まではいけ、いやー、違うな。隣の風呂まではいける。ここまではいける。ここは覗けるんだけど、向こうにはいけねえか。あ、待って。思いがけず。ちょっとそれをやろうと思ってたんじゃないんだけど、この、コードの先。電気を奪われてる先がちょっと見えたな。途中で切れてるけど。どことも繋がってないな、このコード。上を通ってはいるんだけど、繋がってませんね、これ。でも違うんだ。俺がやりたいのはそれじゃないんだよな。オッケーオッケー、ここまで来た。ここで、オッケー。違う。いや、ここまでしか行けないのか？ちょっと待って。こっからが行けないんだよな。さて、外側からここに触れることはできませんでしたが、開かないんだよね。ここに誰かいるんだよな。これ持ってけるかな？これは持ってけんのか。でもこれ持ってったってしょうがないんだよな。視点変わっちゃうんだもんね。ここにいても別に無理だよな。あー、ダメだね。一応これ持ってきはしたけど動けないね、こっから。あー、ダメだ。そうか、結局動けないのか。あ、でも、だとしたらあれだな。別に、外側から触っても意味なかったかも。今更だけど。
外側から触ったところでどうにもなんなかったかもしんないな。結局視点奪われて動けないんだもんな。すげえ時間かけちゃったけど。ここで止める、止める、止めるで一個残してる状態で、ボイラー室に入るを取る。で、はいと同時に、こいつを止める。悲鳴聞こえるんだけど、こっちに入る。で、OK。ボイラー室を出るを取っておけば、おそらく中に入れるのではなかろうかと。またげたね。またげたね。これで、ボイラー室に入ると、てか出るか。ってやると、来れたね。立ち入り禁止の風呂場の中。あ、待って、これお客様が来るで、これ中入れられちゃうのか。しまったせっかく入ったのに、せっかく入ったのに何もできずに、ここに戻されてしまった。うかつ。まあでもやること何もないからいいか。あれ？初日に引っこ抜いたはずなのに、まだ引っこ抜くがあるんだけど、なんで？あれ？なんか、初日に引っこ抜いたやつよりも長くなってたよな。あれ？こんなんだったっけ？まあまあいいか。では、3日目ですね。3日目もじゃあ、はい、アパートに入るを持っていきましょう。で、中に入って、お客様が来る、はい。で、アパートに戻ってきていきましょう。でも、この時の客って誰だったっけ？あの、親子か。千代ちゃん来た。はい、じゃあ、また、そうそうそう。で、これ2人いるんだよな。うお、怖い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 。これ怖いな。これ、こっちは千代ちゃん、千代バーだよな。服を見る限り。もう一人は誰なんだろうな。まずお金入れて。で、タオルが2つとシャンプーだっけ。シャンプー。怖いんだよ。で、タオルを渡します。で、やると、2人入ってくるよね。これ2人とも脱ぐのかい？あ、脱いだ脱いだ脱いだ。わしは目つきが気に、あ、なんか文章また違ったな。え？あの子が新しい子かい？あれ？会話がなんか、てかお前どこ座ってんの？新しい子かいじゃないよ。え、どこ座ってんの？何？あ、お前が来たのか。ちょっと待って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 。お前と話してる場合じゃない。お前が来てしまった。ちまった。ちょっと待って。な、オッケーオッケー。あの子はなんかおかしい。なんかいくつか喋ってくれるってことなのかな。あの子が新しい子かい？さっきもう一個なんか喋ってたよね。3種類ぐらいあるような気がすんな、喋る内容が。わしは目つきが気に入らなかった。好きになれない。これだ。あの子はなんかおかしい。うん、3種類会話があるっぽいね。けど、1人は湯船使ってるけど、1人はこれどういう状態なんだろうね。空気椅子やってるけど。空気椅子ばあちゃん。で、電話が鳴ってるね。で、そうそう。で、これ取ると、もしもし ?812 って言うんだよね。で、これ何なのかって、わかんなかったんだけど、20分後になっちゃった。待て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 。あ、20分後ってなったけど別に、え?ちょっと待って。待て待て待て。幼いままぴったりじゃなくて、この人は何？しかも、え、ダメージ。ちょ、どれどれじゃない。待て待て、それ気になることがある。あ、どっか行っちゃった。くっそー。おしゃればあちゃんだったのに。
おしゃればあちゃんがどっか行っちゃったな。膝あれわざとやってたのかな、ばあちゃん。座ったまま平行移動してってたけど。どういうこっちゃ、あれは。あー、で、話途中だったね。812ってやつ、一体何なのかっていう話なんですけど、あれ日付ですね。日付。あの、主人公が、今のこのマイナが行方不明になったその日付。それが8月12日ですね。これはあの、マイナの部屋にあるカレンダーを見てもらえれば、わかるかなと思います。まあ、後でちょっと見ましょうか。当日になったら。さあ、駄菓子屋にやってきたんですけど、駄菓子屋もね、視点バグ使えるんですよね。これで。あ、なんだこれ。あ、これ今話してる最中だからか。どうなってんのこれ。視点バグにはなってるけど、よくわかんないことになってる。どうなってる今。え、今、いや、どこにいるこれ。あ、屋根の上来た。待って、駄菓子屋さんの屋根の上見えちゃった。どうなってんだ？で、これ、場所移動してるから、外はないんだよね、きっと。外もどうなってんだ、これ。あー、ちょっとひっくり返っちゃった。視点バグは使えるんだけど、今は座れちゃってるからダメだな。ちょっと待ってね。あー、ここ。扉の中。この戸棚というか。この中どうなってるのかっていうと、外だね、これ。外になってますね。あー、なんか全然よくわかんないな、これ。やめよう、これは。あ、ちょっと待って。視点が外れない。視点バグが外れないぞ。どうなってんの、これ。わけわかんない、わかんない。ちょっと待って。これ、会話終わるまで外れないのか、もしかして。あ、終わった、終わった。そういうことか。ちょっと待って。この、ん？なんか乗れるな。この状態だったら？あ、でも視点座れるな。この状態で外出たらどうなる？待って。どうなってる？これで、この状態で外に出る。OK。そうすると？これは？視点バグ状態になってる？なってんね。なってんね。突き抜けるね。突き抜けるけれど？あー、でも、操作しづらいな。これ、じゃあ、こういうのとか取れたりする？待って。取れたな。取れたな。え、ちょっと待って。この状態で、待って。あ、これ、この人のさ、あ、でも、顔見てもしょうがねえのか。用を足してる時のこの人の顔。どうなってんの？手。あ、ちょっと待って。ズボン履いたままやってる、こいつ。出してない。あと手どうなってんの？ズボン履いた状態で、漏らしてんじゃん、こいつ。で、猫が、ちょっと待って。こっから回収できんな。で、回収すると、いなくなるんだよな、あの人。いなくなんね。猫回収できたけど。ちょっと待って。猫、じゃあ、あ、待て、ちょっと待てよ。一旦これで戻って、あー、会話終わるとやっぱり視点戻るね。これもしかしてさ、これ猫を一旦芋にしておいて、猫を芋にするわけじゃないんだけど。で、これやる。で、いやー、ちょっとこの視点操作難しいんだけど、これで、後ろまで行くでしょ？どこに来た俺。あ、オッケー。これで、待って。こうして、重装が、取れるのでは。待って。もうちょい。待って。むずいんだよな、操作が。これで、いける。取れた。取れたね。取れた。この人に猫渡さなくても重装取れたぞ。オッケー。猫を頭は取れた。あ、で、ちょっと待って。あ、そうだ。カラさんいないんだよね。待て。じゃあ、これで。あ、でもこれ、
イベント進まない？いや、進む進む。いけるぞ。猫持ったまんだ。噛んじゃった。猫持ったままいけるぞ。いいじゃん、いいじゃん、いけるじゃん。オッケーオッケー。で、ちょっと待って。この日ってなんだっけ？この日はあれか。サウナか。サウナ。サウナの場合は外出てもしょうがないな。っていうことは、はい。では、サウナに入るということで、この中に入るとね、ようこさんが出てくるので、それをね、じっくり観察してみたいと思います。実はですね、この先ちょっと20分ぐらいかな？撮影したんですけども、正確に言うと撮影した気になってたんですけども、撮影できておりませんでした。はい。なので、ちょっとこの20分間ぐらいは、まあ、20分っていうか、撮れ高的にどれぐらいになるかわかんないんですけども、ちょっと解説しながらやろうかなと思います。すいません。録画ボタンをね、こまめに録画したり切ったりっていう風にやってたんですけども、そうしたらね、押し忘れていて、ちょっと撮れていなかったので、非常に悲しいんですけども。で、ここなんですけども、ここにね、座るときに、まあ、いつものね、この、選択肢を持っていくやつにして、まあ、別にこれでなくてもいいのかもしれないんですけど、で、これを、はいにしたと同時に、タブを開いておきます。で、この状態だと、単純にね、イベントが発生するだけなんですけども、ちょっとタイミングがわかんないんですが、これ、このタブキーをね、切り替えをね、何回かやったりしていると、なんかバグって進行しなくなるんですよね。タイミングは私、さっきやった時はたまたまだったんで、よくわかんなかったんですけども、音がなくなったタイミングかな？ここら辺ぐらいにしておくと、こう、ちょっとずつ、ちょっとずつこう見ていくとですね、本来であれば、一気に襲われるんですけども一気に襲われるんですが、バグってですね、イベントが進行しなくなってるんですよね、今の間だけ。これ解除して、ちょっと動くと、また、移動してしまうというか始まってしまうんですけれども、今はね、こうやってじっくり鑑賞することができるようになっております。で、ほら、これはね、普通に後でね、この陽子さんに捕まった時にも実は見えてたんですけども、腕とかにお札貼ってあるんですよね。よく見ると足とかにも、左手の指とかね、お札が貼ってあって、これだから儀式に使われるようだからっていうことなのかね、このお札とかは。で、これね、今、猫持ってきてるんで、口のところに持ってって、遊ぶこともできます。彼女の口のところに猫がね、くるくる回るっていうね。だいぶシュールな絵だよね、これ。芋食わすこともできるのか、これ。芋食わすこともできますね。芋食わせることもできますね。まあ、こんな感じでじっくり見ることができます。なんか指とかもね、よく見ると折れてるんだよね。まあ、もう多分、体自体は死んでるからっていうことなんだろうね。で、これタブ外してちょっとでも動くと、こんな感じで、はい。話が進んでしまうっていうような感じですね。で、次のとこに行く前にまたね、タブを開いておけば、視点バグを再び使うことができるので、なんですけど、ここね、荒ぶるだけでね、よく見えないんですよ。これね、吸い寄せられてしまうんで、一応ね、こう、上下にすると、見えてはいけない部分とかね、いろいろ荒ぶって見ることはできるんですけども、残念ながらね、よく見ることはできません。で、この先のところもね、よく見たいんですけども、すぐ終わっちゃうんでね、あまり意味はないっていう感じですね。で、4日目なんですけども、これね、私気づいてなかったんですけど、これ毎日引っこ抜いてたじゃないですか。この検証のやつでは。初日から引っこ抜いてるんですけど、これがね、3日目。これ最終日なんですけど、この、マイカさんのショーで。ここで引っこ抜くと、謎の声聞こえるんですよね。誰の声なんだろうね。てか、そもそも、誰の髪の毛が出てたんだろうね。
一応この隣はね、後で妹が引っ越してくる場所なんですけど、毎日引っ越すじゃなかった。引っこ抜くと謎の声が聞こえます。で、これですね。8月の12。これが今日、本日なんですけれども、いわゆる、この、マイカさんが行方不明になる日なんですが、これが電話で言っていた、812ですね。812は8月12日を示していると。いわゆるお前は8月の12日に行方不明になるよと、襲われるよっていう電話だったっていうことみたいですね。で、このショーに来た時に、ちゃんとね、お妹、猫はね、連れてくることはできてるんですけども、ちょっとこの後のね、ちょっとバグをお見せするといなくなっちゃうんですけど、これ、なぜかこの日、この203号室のところを鍵とか持ってない状態で触ると、あれ?イベントが起こんない。嘘だ、待ってくれ。ちょっと待って。ごめんね。あれ?あ、イベント起こんね。ちょっと待ってくれ。嘘ーん。さっき起こったじゃん。え、さっき撮影、ミスった時にはですね、なぜか、こっからスタートした時に、203号室のところを鍵持ってない状態で調べると、ドアをノックして、いわゆる初日のイベントが間違って発動するっていうバグがあったんですけど、あれ起こんないな。あれたまたまだったのかな。で、それが起こるとどうなるかっていうと、ノックした後に、大家が、こう、向こうから歩いてくるっていうイベントが、ま、本来は起こんないんですけども、そのイベントが始まるんですよ。なんですけども、大家は来ないのに、カメラアングルだけ固定されて、動けなくなるっていう、進行不能バグが起こったんですけども、いや、起こんないな。いやー、なんてこった、最悪や。さっきそれ、録画できていればな。そうそう、それで進行不能バグになって、これ、ゲーム落とさなきゃいけないじゃんって言って、ゲーム落とした後に、録画されてないことに気づいたんですよね。で、でももうここまで行っちゃったんで、一からやり直したんですけど、うわ、最悪や。じゃあなんか別の条件が必要だったんだな、そのバグ。ごめんなさい。まあまあでもそういう不具合がまああるっていうことですね。バグがあったってことで。ああ、しまった。喋って普通に来ちゃったけど。あれだね、日付じゃなかった。アパートに入るを持ってかないとダメですね。では、この状態で中に入って、いつも通り、お客様が来るになったら、はい。でやれば、はい。またここに戻ってきます。あ、ちゃんと、この後ろで控えてるんだ。この子供。あ、ゾウさん。ゾウさんの服着てる。で、奥様。こうやって見ると結構美人な感じなのかな?これってさ、一応中には入れるけれど、残念ながら、ボディはないんだな。ボディないね。なんてこった。腕しかない。腕はあるけど中身が存在しない。こう、チラってなんか見えるかなって思った。あ、いや、でもそんなことないな。腹が見えてる。いや、あるぞ。待って。あ、これワンチャン。ワンチャンいけるのでは?ほら。ちょっとなんか、だらしない感じの。待って。だらしない感じのお腹が。中身ないのかと思いきや、あるぞ、ちゃんと。貫いちゃうとダメだけど、表面であれば、なんかだらしない感じのお腹が見える。あ、でも、上はダメだな、ちょっと。視点が合わない。視点が合わないわ。残念。夢ついえる。まあ、普通に進めましょうか、じゃあ。で、これを進めると、中に行って、え、でも、服脱がないのかな?あ、脱ぐじゃん。あ、一応服は脱ぐんだ。で、中に入ってって。え、お母さんだけ入んの?息子は?あ、で、出てくのか。うん、なんで止まった?え、うん?あ、で、抜けていく。ちょっと待って。お母さんは?どっかで消えたよな。
で、泣くでしょ。で、すいません。お子さん泣いてますよ、なんだけど。我関せずなんだな。あ、消えた。このタイミングで消えるんだ。だこの状態で行ってもいないよっていうことになるんだね。じゃ、これで、こいつの会話を持った状態で、こっちに行って。まあ、でも俺、イベント進んじゃうだけだったっけ？ワープしちゃうんだっけ？あ、ワープしちゃうな。あ、ちょっと待って、これ中入っちゃダメじゃない？そうだよね。怒られるやつだよね。この後なんかあったっけ？なんかあるんだとこやり直さないとダメだな。そうか。また戻されちゃうから、選択肢拾っとかないと。あ、でも、もうないか、何も。あ、じゃあいいや。で、この中にいるんだよな。これ、あーでも、視点バグで見たところでな、中に奴がいるっていうだけだもんな、ただただ。